はい、どうもおはようございます。1月24日朝6時の相場解説デイリーを見ております。上昇の勢いが2日続けてきましたね。で、陰線も陰線で上の方になんかにじり上がってるような気がします。そんな過去3日間4日間を見てるわけですけども、チャンネルラインを改めて引いてみましょうかね。こういう風な形になってますね。チャンネルラインっていうのは一定の方向性を見るときに必要な線なんですけども、こうしてみるとね、こちらの線に当たった瞬間に下に落ちているところが見て取れると思うんですよ。ということはそろそろ下落が始まるかなと。で、こちらは反転して上昇していくところですよね。で、これっていうのは見ていただければ分かるように、このね、流れっていうのは傾けるとレンジなんですよね。レンジオプションがこうこっちにね、こう起こしたような形になってます。こういうふうにね、そうなるとこういうふうな傾きになるでしょ。で、それがこれですよ。ですので基本的にはこのチャンネルラインっていうのもレンジと同じなんですよね。だからブレイクもあるし、レンジ内オプションも存在するってことになります。で、今はレンジ内オプションで捉えていくと、ここに来たんでこの水準からは下落が始まる可能性が強いよねってことなんですよ。そうなると今後もこのチャンネルラインっていうのが守られるってことになります。これを前提に見ていきますね。4時間です。はい、このようになってますけども、ここにですね、アセンディングトライアングル見えますかっていうふうな問いかけをしたらどうですか。見えにくいですか。アセンディングトライアングルっていうのはね、こういうふうな形で三角形を描く図のことですよ。アセンディングトライアングルね。アセンディングトライアングル、ディセンディングトライアングルはこうです。細かい概念については FX の基礎講座を見てください。で、このアセンディングトライアングル、ディセンディングトライアングルの覚え方が私も混乱したんですけども、最近ね、答えが出ました。アセンディングトライアングルはカタカナのあの字に似てますね。ディセンディングトライアングルはちょっとね、やりませんけども、アセンディングトライアングルはアセンのアの形に似てるでしょ、これがね。だからこれでいいんじゃないですか。で、その図がちょっと見えてるかなってことなんですよ。上に突き上げちゃ戻る、同じところで戻る、で、今回同じところでまた下の方に戻るんではなかろうかと思いますけども、ブレイクして上に抜ける可能性もありますよね。でも今回はブレイクして下に抜ける方を取るんではないかなっていうふうに、思います。それはずっと下下げ圧力が続いてるからなんですよ。で、下下げ圧力の中でもセカンダリートレンドって言っても上昇する動きもあるわけですよね。その上昇する動きがここ何日か続いたんだけども、そろそろそれが下落に転じるためのきっかけになるんではないかなってことですよね。はい、じゃあ1時間です。1時間を見ていくと、昨日はね、ここを割るかどうかっていう話をしてました。結局ここよりも上に行ったんですけども、そうなると陰線陽線いずれも短くなっちゃいましたね。ブレイクの寸前です。ここだけ見るとですよ。全体的に見ると、さっき言ったアセンディングトライアングルに見えなくもないですね。まあちょっとここがどうなんだって話ありますけどもね。だこういうふうに解釈もできるかなと思うんですよ。ですんで、これはね、決断しなくちゃいけません。このあたりでうろうろするのか。ね、例えばここですよ。ここを起点として、このレンジでうろうろするのか、それとも下のこちらのフェーズに戻るのか、ここまでのフェーズね。で、結局昨日まで考えていたこっちの方には来なかったってことなんですけども、当面はね、この流れがこっちに食い込んでいくんではなかろうかっていうふうに私は見てますね。ですので今日のもう午前中にはエントリーしますけども、セルでエントリーすることになると思います。私はセルでエントリーします。もちろんこっちの方のフェーズを考えることもありますんで、バイでエントリーするっていうのも同じくらい魅力的な選択ですけどもね。私は下下げ圧力が長いこと続いてることに、根拠を持って、デイリーでも週間でも全部下下げ圧力ですから。で、セカンダリートレンドが多少長引いたってことだと思いますんで、そこは割り切って、ここからはセルに向かうと思いますんで、今日はセルで勝負しようと思います。皆さんはね、私の決断に揺さぶれることなく、自分の仮説を立てて、自分の行動をしてみてください。そして、結果に関わらず、必ず振り返って、自分の判断、決断は、どのぐらい合っていたのか、そして違ったのはどこなのか、これを繰り返すことによって実力がついてきます。
今日はそんなお話でございました。それでは次の放送はおそらく午後になると思います。午後になった時にはもうすでに私の決断、皆さんの決断、それぞれ結果が出ると思いますので、目先の損得ではなくて自分のテクニカルがどのぐらいの精度になったかっていうことを確認して振り返っていきましょう。それが次の力になります。それでは。